じゃあ先生、これあまり日本語に馴染みがないキーワードなんですけど、どうぞ。今回のキーワードが、はい、wearables、 複数形の名詞、お wearables、 wearables。 あ、これカタカナになります。カタカナ wearable、あれ結構英語そうですよね。あの日本語だと単数形だけど、英語だとあの複数形って結構ないですか？あ、ない。うーん、あのこの発音ですか？うーんと、この言葉で、複数形にして英語ないです。なんかこの前の単語も、ああ、カタカナになるのことですか？うん、カタカナになるとなんか複数形なんか外し、勝手に外しちゃってるイメージがあるんですけど。まあ、あるの場合あるとないの場合のあり、どっちもあります。うん、そうですか。ルールがなさそう。あ、絶対それで全然使わないとか、絶対使ってるのこともあるんですけど、なんか日本語カタカナに、あ、外国語カタカナにすると、なんかそれで覚えちゃうと通じないときあるんですよね。もう逆の場合にはスポーツ、うん、もうそれは複数形のことです。スポーツ、 S がつけてますけど、単数形の場合にはスポーツ、スポーツっていう、先生スポーツじゃないの？スポーツは複数形、単数形はスポーツ。スポーツ、それでカタカナになります。スポート、スポーツではない。でもトにしないですよね、うん、カタカナで。あ、そうか、逆か、そうか。なるほど。じゃあ本題の方に、はい、はい、wearables という言葉が、うん、まあ wear という、うん、これは分かりますよ、動詞ですけど、つけるですね。そう、つける、着る、はい、着る、はい、身につける。何々able は able、 できる、できる、うん、そう、消える、うん、着る、身につけることができるでもない。え、まあの服も、あ、服で消えるですね。着物の着る、はい、消える、そう、消えるの着れる、着れる、着れるの、うん、あ、技術、うん、ということです。何を着れるの技術、何を、まあ、いろいろのこともありますけども、うん、あの着れるの技術、今何かありますか先生？今何かあります。今はコンタクトレンズ、あ、技術ですけども、コンピューターとか技術つなげ、あまりつなげてないですけど、今ヘッドフォンがあります。あ、はい、それはウェアラブルという こともあります。まあコンピューター考えてましたら、うん、歴史から昔々は、はい、うん、一つのコンピューターが一台が部屋に大きさがありました。はいはい、ガタン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 みたいな。カードで入れてなんかプログラミングします。はい、よく聞きますけどね。音はもう一回。ガタガタガタ。何が面白くないですけど。ね、まあどんどんどんパーソナルの PC、パーソナルのコンピューターになりまして、はい、机の上に小さくなってね、置けるのことになりました。うん、で今の時代は、うん、ポケットを入れる。うん、スマホね、スマホ、うん、スマート何々の話も今日はいろいろ出てますけど、あるいはでもスマートっていうのはアメリカ人からするといい言葉なんですか？スマート、はい、スマートは賢いっていうことですよね、うん、なんかスマートだねっていうと、あの体型がスマートっていうよりは頭がこうなんか、そうですね、あのなぜ日本語その意味使ってますけど、あのスマートが細いの意味がありますけど、うんうん、アメリカでその使い方はないです。スキニーということです。あ、スマートの方は、はい、日本語で言うスマートの方は、はい、うん、スマートが頭がいい、うん、ですよね。だからいい言葉なんですよね。そうです、うん、あのいいことです。あのものがスマートだったら賢いのことですけど、うん、でもポケットの今のスマホの時代ですけど、はい、今からは wearables ということになります、うん、でもだんだんでかいですけどね先生の。あ、私の顔でかいですね。だんだんでかくなってきてますよね僕の方がちっちゃいですもん、ガラケーの方が。でも画面が欲しい、だから大きい画面が欲しい。あの携帯、先生の使い方は、はい、もう話せるだけ、はい、私が PC の使い方が一番多いです。あまり話さない、だから画面が必要です、はい、なるほどね。あの E メール読んだり、動画見たりとか、うん、あのスカイプのメッセージやったりとか、テキストデータで処理したいっていう風なんですね、うん、テキストは嫌だな、うん、でも今からは、うん、今ポケット入れてるパソコンですけど、うん、スマホ、うん、でもウェアラブルズは、うん、ポケットを出して、うん、
あの服みたいなことは、うん、着れるのものになります、うんうんうん、だまあいろいろなカテゴリーがありますけど、はい、少しずつ紹介したいですけど、はい、一番人気のウェアラブルはフィットネストラッカーということです。フィットネス分かりますか？分かりますよ。あの運動、はい、あのエクササイズという英語ですけども、あの健康のためには運動の言葉です、うん、トラッカーはデータを集まってリコーディング保存してくれるのことありますけど、うん、一番売れるのウェアラブルは、うん、今はフィットビット聞いたことありますか？フィットビット、あのブランド、ブランド全然知らないの。そのブランドがあの時計みたいリストで着れるのものです、はい、でそのものが GPS つなげてます、はいはいはい、あとがあの心電、心拍数、心拍数を分かるようなセンサーがつけてます、はい、それどっちもセンサーが分かって、うん、あといろいろデータ集まる、うん、そう運動するときにはあの一生懸命やってますとか、はいはいはい、あの簡単しすぎとか、はい、あの走りすぎとか、うん、あのもうちょっと頑張って、はい、早くの方がいいですかとデータをいろいろ集めてくれる、うん、あとは GPS もつなげて、うん、どこまで走った、うん、距離はどのぐらい走った、うん、あとあの時間もつなげて速さも分かります。それどっちもデータが合わせていろいろ分析してくれるの可能性あります。僕今じゃないけど、何年前かな、6年7年前かな、名古屋におる時にあの携帯出てきたじゃないですか、今の、まあ、いわゆるガラケーの時に、あれでなんか走ったりする時にやってましたよ。そうですね、あの今のスマホのアプリが多いです。そのフィットネスのトラッカーという同じやり方があります。でもね、その時は結構走っとったんですよ、毎日。あ、使ってましたか？使ってましたよ。あの、まあ、あのスマホじゃないんですけどね、うん、でも今は必要なのは走れっていうその命令を誰かしてほしい、うん、あ、別の件ですけど、はい、フィットビットありましたら、はい、データ私データ先生のデータ見ましたらちゃんとマラソントレーニングあるかどうかを確認できるでしょ。でも僕はエリック先生から言われてもまあ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 って終わっちゃうからもうなんかビシッて言ってほしいですね、うん、なんか福知山マラソンちゃんともうね多分無理っぽいな本当に。あ、そうですか。うん、42.25kg。でも、はい、それは一番人気のウェアラブルはフィットネストラッカーということですけど、なるほどね、もう一つのことはありますが、スマートジューラリー。ジューラリー。ジューラリーって何ですか？ジューラリーはあのネックレスかピアスか、あのそのものがパソコン入れていろいろデータやってくれるのものがあります。イヤリングとか？うん、あります。私あのやってありましたけど指輪、ほう、その指輪はあのジェスチャー座って、うん、パワーポイントをコントロールできるの機械がありました。親指かなんかにつけて、うん、で自分の指輪ちょっとタッチして、はいはい、次のスライドを進めるの機械がありました。僕あれやりたいんですよ。それに近いんですけど、なんか出ててこうやって手でやるやつ、フィッ、あ、ジェスチャーで、あ、まあ、あのジェスチャーでこうやってフィッてやって、ね、あれやりたいんですよ。今もできましょう。あ、できます。あの PC のカメラで、あ、そう、あ、なるほどね、カメラで撮っといてその、うんうん、ジェスチャー分かってジェスチャーで、あー、なるほど、あれやるとなんかこう手とか動かすじゃないですか、大きく、うん、そうするとなんかすごいなんかアメリカ人っぽいプレゼンテーションにならないですかこうやって最近の TED はそのことも出ました。ああ、拡張現実とジェスチャーで発表しました。一番最新の TED は、うん、あのまあ、3ヶ月ぐらい前のやつは一人はそのことをやってみました。いやね、あれね、ずっと席の前でマイクで喋ってると1時間しんどいですよね、うんうん、聞くのもそんなに良くないと思います。そうそうそう、だからちょっと身振り手振りは欲しいなとは思ってるんですよ、うんうん、で、まあ、ジェスチャー、そういうこともありますけど、うん、あとスマートウォッチが最近人気になったそうです。それアメリカで、まあ、世界どこでもと思いますけど、みんな時計を腕時計をしなくなったのにまた復活、うん、本当に。でも
一番多分人気ありますけど、はい、もうサムソンもやってるし、あのガーメンの GPS の会社もやってる。でもアップルが作って始まりました。2年ぐらい前、うん、なんかやってましたねの最新のやつ出まして、うん、携帯入れなくて、うん、普通の指はあの、はいはい、リストワッチであの、うん、あの電話できるのやつも出ました。もしもしってやつね。そう、あの誰の日本のなんていう仮面ライダー？仮面ライダー特撮ヒーロー、うん、あれですよ。あのあと刑事とか、うん、そんな感じでしょ？あのリストで話して、うん、あと誰の顔が出てるの、うんうん、あれあんまりかっこよくないですよね。そうですか。あれアメリカで流行っても僕かっこいいと思わないですよ。まあ。コミュニケーションのためのウェアラブルが前からあったんですけど、うん、アメリカに今人気ないですけど、うん、あの Bluetooth の、はいはいはい、ERPS の感じがありまして、はい、あの指に入れて携帯、まあ、あまり座らないと、はい、普通で歩いて話せるのことがあります、はい、あれ Bluetooth の会話ってアメリカで一般的になったんですか？まあ世界どこでものスタンダードの Bluetooth ありますけど、 あんまこの子なんか見ないような気するんですけど、そうでもない。まあよく見えます。ああそう、僕あれ見るとビクッとするんですよね。あのビクッてでも若いの人そのこと見たら、はい、あのかっこ悪いと思う、うん、なんかねかっこ悪い。あれね、自分で喋ってるの、バカな人みたいな。おじさんとかがかっこいいと思ってやってるんですけど、あれかっこ悪い。まあ、あんまり言うと分かるんですけど。はい、はい、どうぞ。はい、時間はどうですか、うん、まあ、あとね、まだありますよ、5分ぐらい。はいはい。さあ、次は、スマートクローディングということは、服。はい、服。あの、はい、2つの例がありますけど、リヴァイ分かりますか、うん、リヴァイズ。あのあ、はいはいはい、ジーンズの会社ですけど。はいはい、最近がスマートジャケット、ジーンジャケットが出ました。はい、それどんなんですか？まあ、あのいろいろセンサー入れまして、うん、携帯つなげて、うん、電話があって、うん、ブブブブブブブの感じもします。いらない、いらない。と、いらあの、入れないと、今しゃべれないと、普通の手が座って、はいはいはい、なんか自分の手で、自分の、はいはい、あの、そのセンサーがあります。あで自分の手を座って、うん、もう、今喋れないの意味あります。あーなるほどね。あの携帯とかで携帯座らなくていいとそのジャケットのセンサーが私今出れませんよっていうのをこれやったら携帯とかなんかでまあ今これやりましたが自分の手座ってました2回ぐらいでタップします。あーなるほどなるほど。だから聞きたいの場合にはなんか、はいはい、こっちから、はいはい、座って声が出る、はいはいはい、そのことはありますけど、はい、それスパイかなんかのあれじゃないですかスパイかなんかの、まあ、先生全然興味なさそう全然興味全然はい、どうぞ。でもそのジャケットはか、まあ、かっこいいはかっこ悪いはありますけどあの汚れたらどうしましょうということもあります、ね、うん、あの10回ぐらいあの1回は大丈夫ですけど、はい、何回もなんか、うん、あの壊れてるそうです。それは壊れてるんですよね。あので3回ぐらい洗ったらもう自然とずっとタップしてる状態になったり、うん、あとナイキシューズも出た。あ、それは面白そうですね。あのシューズがどのぐらいステップやったとか、うん、そのデータ保存してくれるの、うん、あとどのぐらい速さのウォーキングとか、うん、いろいろなんか前のフィットビットに近いのデータ、それも洗うの大変ですね、うん、まあ靴は洗わなくていい。あ、それやっぱり言うとみんなに嫌われますよ、うん、結構洗うんですよ、はい、日本人は靴。もう一つ、うん、あのインプラント分かりますか？インプラント、あ、歯の歯にこう入れるやつ。あ、歯のもありますし、はい、あのインプラントが体に、ね、入れるの。なるほど、ね、何でもです。あ、何でもか、うん、そう、まあだいぶ前からペットのチップが入れるのこともありました。あのいなくなっちゃった迷子とか。そうそうそう、まあ、迷子、うん、なんか犬になんか、なんか小さいの、うんうん、コンピューターチップは、うん、なんか足の下に入れて、はい、逃げたとか道迷ったとか誰か見つけて、はい、このピーピーの感じのスーパーのピーピーの感じで誰の犬とかその分かるように。でも今は人間もそのことやってます。あ、そう。最近の話はあのアメリカのウィスコンシン州の工場は、うん、みんながあの手の指と指の間にチップが入れて、うん、給料がアップするって、うん、でそのことやりまして、
何でもドアが開ける普通に開けるとか、そのパソコンがログインしてくれるか。来週 の, あのテーマが IoT なんで、うん、そこでもうちょっと詳しく話しますから、ね、ああそれでもいいそうですね。じゃあこの辺で一回終わりましょうかね今週。あまあいいですよ、うん、ウェアラブルズのことですけど、はい、来週は IoT なので、まあ、その辺入ってきますからね、話もつなげてますですね、うん、はい、じゃあそういうことで、それでは今回はキーワード、ウェアラブルズを中心にお送りしました、はい。